はい、どうもショータイムゴルフです。はい、今回はまた面白いボールを見つけちゃったので、なんとまた打っていきたいと思います。すっげー、前回マックスフライストレートフライをね打って、まあ、全然曲がらなかったことを覚えてるかと思うんですけど、今回はウレタンカバースピン系で曲がらないボールを見つけたので、そんなことあるんですか。しかもルール的ボールです。ウィルソンスタッフトライアードボール、あれ今回なんと僕一人じゃなくて VIP なこのお二人に来ていただいております。お先に出たい、本当にお願いします。先に出たいです。翔平くんです。翔平くんです。マイファーストストーリードラムのキットです。よろしくお願いします。マイファーストストーリーストーリーの、はい、マイファーストストーリーどうも辛坊です。はい、よろしくお願いします。じゃあすいませんね、なんかお忙しいところ、ありがとうございます。暇すぎて、お仕事悪いな、すいません。やっぱ金持ちは暇なんだ。貧乏暇らしいございます。私は本当だよ。はい、はい、ということで、専門学校でもらってきます。ふざけんな。給料上がりました。めっちゃマジで赤いよ、ほんといかんよ。いやマジでいかいか、そんなこと言えないから。やばすぎ。あ、やばすぎ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 。俺の給料、給料桁頑張ります。俺の給料桁言わないで。僕の給料半分以下です。やばすぎ、やばすぎ。5分の1です。年収、しかも年収です。言わないで、言わないで。はい、よろしくお願いします。お願いします。そんな感じでよろしくお願いします。このボール、はい、なんかこうやって3つに分かれたものをくっつけてるみたいな。普通のボールと違って珍。そう、珍。スネルとか2つだもんね。珍しいボールです。で、完成モーメントが高いから曲がんないみたいな。なんで？うちはディンプルじゃん。ディンプルで曲がんなかったけど、うちは完成モーメント。どういうこと？ちょっと英語読めないから分かんない。英語読んで。英語読んで。あー、なるほどね。はい、OK です。はい。なるほどね、OK。 I have a pen。 書いてない、書いてない。書いてない。ペン？私はペン持ってますので、書いてない。持ってない。こっちはウレタンじゃないからスピンかかんなかったね。今回はスピンかかると。完成モーメント、ボールに完成モーメント、なんかそう、ほんと不思議だ。思うでしょ。これ3ピースってこと？3ピース、うん、楽しみで、シンクもパーツということでパターも入りやすいみたいな。みんな早速打っていきましょう。はい、ありがとうございます。浅野ビルディング、浅野ビルディングと似てるよな。まあ、普通のボールはこんな感じだよっていう、うん、はい。こう曲がんねよ。ヒール当たっちゃった。1.38。めっちゃヒール当たった。47.5。248ヤード。おしゃれすぎ。もうマイヒールだもんな。ヘッドスピード47。勝也見てな。やめてよ。やめてよ。それはそれで失礼。おしゃれ。これ1ラウンド終わると腰来たりしない？今来てる。硬くなるよね。うん。俺触れてないから来ない。いいな、触れない人は。いいな、飛ばない人いいな、うん、マジで揉めるわ。曲がるわ。曲がるね。曲がっちゃうわ。俺のスピードについてこれ自分のボールがする。まあ、まあ、俺曲がんないからさ、まあ、やんねんけど。コメントダリ。コメントが出る。やべえ、出ない。ヘッドスピード一緒だ、やば。は？本当だ。バカにできないじゃん、俺。全然できない。全然飛距離違う。けど距離全然違う。30ヤードぐらい違う。なんで？なんで？まあ最大効率だから。うん、俺もさ、やっぱ500ダメージぐらいで3体ぐらい倒すから、ね。エーペックスの話しても伝わらんと思う。最大効率。全然わからん。全然わからんと思う。マジショットやってほしい。やらせてます。待ってるわ。はい。で、FIFA やらない。FIFA もやるか。あ、やろ。FIFA やりたい、俺。いいよ、やろ。全然やるよ。FIFA できるよ。余裕でしょ。できない。ウィニングイレブンいない。いねえよな。全然いない。まあまあ、曲がらないね。赤崎っぽ。でも、これです。ウィルソン。トライアド。ウレタンだから良さげ。ウレタンだとネバネバしてるから冷たくて分かる。サラサラだもんな。
お、曲がんない。お、曲がってないわ。フェアウェイ曲がってない。もっとトップスとか、チョロスとかだった。200キロあったんだよ。200キロあったんだよ。やばすぎる。200キロあったら飛ぶよ。飛ぶじゃん。ジャパニーズアナウンス。キャリー140ヤード。やばすぎ、マジで。あー、やべえ。あんま曲がってはないかな。風右から、これ球の出だしが右だったじゃないですか。そんなね。え、本当に曲がんなそうじゃない。なんか曲がらないかもしれない。今のも俺だってめちゃくちゃ結構曲がってスライスする。え、なんか曲がってなくて、これ合わせたりしなくてあんまないんじゃないですか。ここら辺、これとか、あ、もうちょっと左か。そのティってなんか最近流行ってるけど、ドア、いや、絶対良くない。良くないよね。うん、そうなんだ。ゴムがやばい。うん、へえ、もっと早く行ってよ。ゴムがやばい。いや、そういうことじゃない。あの、初速じゃない。自分でも初速になっちゃう。めっちゃ早く言ったの。うん、そういうことじゃなくて、タイミングの話よ、タイミングの。どう？当たってそうだけど。いや、分かった今。目も、もう、右。え、ちょ、翔太君、ピックしてもらって。曲がったことはないですねえねえ、めっちゃこれ絶対ダメじゃない、この、うん、その手で曲がってない。曲がってるわ。あー、スライス。めっちゃ曲がってるわ。ダメだ。いや、俺逆にさ、ある程度曲げられないとダメだと思う、プロは。まあ、プロはね、うん、なるほどね。だって林の間とかまっすぐどうすんの。翔太打ったら今あんま曲がんない。俺もけど言うほどペラってはないんだよな、あれ。飛ばないけど。これさ、ちょっとボール柔らかくない？ちょっと柔らかいね。ね。うん。初速はあんまり出ないかもしれない。あ、でも 1.49 出てるわ。あ、出てる、はい。あ、でも1400だ。柔らかいよね。うん。揺れてる感じする。いや、俺もすげえ柔らかく感じる。ディンプル普通だからね。ね。おお、もうだめだめ。おお、俺一回それ打ってる。これ曲がんないやつ。これ、うん、これ曲がんないやつ。これ曲がんない。マジで曲がんない。これペン書いてあるの何？あ、それこの前やって分かりやすくする。ちゃんとこの方向に合わせる。それもそうなの？あ、これあれか。これはちゃんと合わせる。これはあの機械でやったやつ。これマックスぐらいだよ。これ俺打ったよね、これ。いや、エンター。これ新しいやつね。あ、違うやつ。今度これ。あ、違う。新しいバージョンのストレートフライ。そう、あ、じゃあ合わせなくていいのかな。うん、そう。これは違反？これ違反じゃない。あ、これ違反じゃないの？違反じゃないよ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ合わせなくていいのかな。曲がってるわ。え？曲がったね。曲がったね。じゃあ限度を超えたね。なるほどね。あの、違反のやつは今持ってない。持ってない。あれはマジで曲がらない。あれびっくりする。びっくりするぐらい曲がんない。じゃあ俺もこれって。なんかディンプルの形おかしくない？おかしい、おかしい。だからこれで曲がんなくなるはず。曲がんなそう。全然曲がってない。そうっす。クラブの入りとかサイドスピンとかどうなの？なんか悪くなってくる。うん、俺今向けてない。向けてないよね。曲がるね。曲がるね。これ曲がるね。置き方間違ったんじゃない？いや、今ちゃんと向けた。向けた。それを選びて。これだいぶこすってるけどな。さっきより曲がってない。うん。これやっぱ曲がりにくい。曲がんない。曲がりにくいと思う、これ。今めちゃくちゃ右。確かに。ヒールの擦りで。おお。スピン4000。おしゃれ。4000入ってるのに曲がってないの。あんま。バックスピンあった方が曲がんないよね。そっかそっか。どう擦ったかよね。曲がっ
ってない。あれこれ良くない？まっすぐ、まっすぐ。これ良くない？あまり曲がってないよ。曲がねえな。でもアゲンスト、アゲ強いよね。めちゃくちゃ上げてる。でなんか柔らかいと思う。あの、うん、おお、マジ曲がんない。あれ曲がらない気がする。曲がりにくくない？今ちょっとペラったね。ペラッとペラッと。でよね。これいいかも。ショーター合ってるかもしれない。ヘッドスピードやっぱり50ぐらいだとちょうどいいかもしれない。うん、1.49 し、めっちゃシンクってんじゃん。いや、ペラったけどね。ペラったんだ。1.49 よ。もっと右行くかと思ったけど。これいいかも。ありじゃない。ショーターありじゃない。あんまバラさない方がいいんじゃない。高くなっちゃう。やめとく。50ぐらい。50ヤードぐらい。アプローチ編。飛びすぎ？あ、ごめん、マジで飛んだっす。マン飛び。何ヤード打ったの？分かんない。50ぐらい打っちゃった。50もなくない？ないか、多分。でかい。これもでかいか。あ、入ってる。マンス、マンス入ってる。マンス入ってる。マジで？マンス入ってるけど、GoPro に映んねえよ。確かに。ちょっと短くします。どう？ GoPro に映んないかな。どうだろう。打感めちゃくちゃいい感じ。なんかなんかすごいフェースに吸い付いてる感じがする。よく言うやつじゃん。あ、でもこれ分かりやすい。どう？分かんない。それ60度でしょ。これ60度。低く出るね。低く出るってことは食いついてる。食いついてる。あ、これ入ってる多分。おお、マンス。おお、おお、マンス。どうなの？これ良くない？いいね。これ曲がんなくて、これスピン買ったら。ちょいとか。うん。あ、なるほどな。これで飯食って。それさ、それウィルソン。あ、これマックスライダー。マックスライダーでしょ。だよね。マックスライダー止まんないよ。マジで。え、上上がる。待って待って。ちょっと頼むわ。頼むわ。あ、左来た。おー、止まった。マンス。マックスフライトの違いわかる。すごいね。全然違うね。やっぱさ、球高く出るね、マックスライ。うん。そんなに違う？確かに。あ、めっちゃ低いわ。え、やばくね？あ、なんだ。ちょっと待って、マジで。頼みますよ、先輩。全然参考にならない。いや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 。ちょっとビジネスの手にね。おお、止まるね。あれ、なんかマックスぐらいの方が止まってなかったね。そんなことないでしょ。これ効いてそう。おお、おお、やっぱ BS すごいな、ウィルさん、うん、お、これ良さそう。おお、ショータはこっち受けて聞いてるな。ね、カツカツ。どれ？このカツカツ。マックスライ。マックスライ。これで止まっちゃったら、うん、止まらないじゃん。あるみたいな。あ、高い。おお、全然違え。出ちゃう。全然違う。幸せだな。うん、幸せだよ。ほら、高い。高いね。あ、止まんない、止まんない。大げさだ。いや、ま、いやいや、マジなんだけど。本当に言ってんだけど。うん。え、だってまず球の高さ、うん、全然違う。3分の1ぐらい上がっちゃってるね。やっぱプロが打つと分かりやすいわ。分かりやすいね。プロがいる、やっぱ。パター違いわかんのこれ。わかんない。元々が終わってるから。
入った入るんだ。やっぱ本当なんだ。パターもストレートに行くらしい。でそれって書いてある箱に。入るね。入る。入る。これすげえ。うん。入るね。あ本当だ。入る。入る。ガチで。ガチで。そんな。え本当に違う。これすごいじゃん。入ってる入ってる。うまいね。さすが芸能人。やめてよ。違うわ。あ、これ入った入ったね。こうやって煽られるんだ。打てないと運転ねえで煽られて。入った入ったね。煽られる。ガチだから。さすがっす。じゃあ、いい。そんな絶対入るわけない。そんなボールで。あれ前振り始まってるやん。じゃあ、あのマックスだよね。はい。切れたったね。入る。やばい。入る。入るねこれ。ほら、ガチで入るから。俺マジで一番パターが違うかも。やりすぎでしょ。何？やばいやばいやばい。まず自分のやつか。やりすぎてるね。下手いるんだけど。いや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 。おー、惜しい。あ、本当だ。入りそう。もう入りそう。入る。お、いやすごい。俺マジでパターが一番違って感じるかも。感触どう？あ、今も今指邪魔された。入る。え、すごくない？すごい。パターやばい。え、パターエゴくないですか？全部入る。あ、今強いね。うん。すごいね。マジで入る。これガチでやってますよね。ガチ、全部ガチだけど。全部ガチ。違うボールだと。ねえ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 、今のでやってるじゃん。やってるってわ、やってるじゃん。ウィルソンだと、あ、切れちゃう。なっちゃったね、今俺が悪い。あ、けど違うわ、惜しいもん。違う方だと、違うボールだと、違うボールだと。お前じゃないか。ごめんなさい、ごめんなさい。やってちゃんと。ちゃんとやって。やばいよ。ねえ、振られたらやらなあかんってなるやんか。ダメだよ。普通のボールだと。それはい。普通のボールだと。普通のボールだと。え、ガチ引っ掛けた。で、はい。ウィルソンだと。ウィルソンだと。曲がり幅が違うね。そう。いや、本当に。本当に本当に。ガチで。ガチで言ってる。ガチで。本当に？本当に言ってるよ。本当に？本当かな。嘘つけや。なんか、打ち方悪いね。ごめんなさい。今打ち方悪くね。体流れるタイプ。うまいじゃん。今の良かった。うん。もういっか。これがあれっす。そのボールっす。本当じゃん。本当に入る。本当に入ります。転がり超いい。入りそう。ちょっとちょうど。全部入りそう。うん、全部入りそう。全部入りそう。うん、パター全部入りそう。そんな？うん。ミスさんも入る。まず、別のボール。
ってその下りねえねえだるいっすって俺途中でやめたやんちゃんと。じゃあウィルソン、うん、俺はやっぱこれ柔らかく感じるわ、うん、はい、終わり。パター分かったなんか。いや、俺あんま分かんなかった。俺は転がりがよく感じました。はい、繊細分かるな、うん、やっぱ繊細なんでね。繊細だな。はい、エンディングです。エンディングですって初めてね。テクテンテクテンテクテン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 。ウィルソン、はい、トライアドボールって言いましたけども、はい、ドライバーはうるさいなドライバーなんか曲がんないような気がしましたけど、うんうん、普通のボールよりマックスフライと同じぐらいの、うん、曲がんないなと感じましたけど、でマックスフライとはやっぱ違ってスピン効くので試合でも使えるようなボールだったから。パターは分かんないっす、うんうん、パター分かった。分かんないね。パターは分かりました。分かりました。パターもなんかまっすぐ転がると箱には書いてあるので、まっすぐ転がってとパターが決まると書いてあるんで、ドラゴンボールの次回をやってじゃあ次回締めて。はい、締めて。ですね、やっぱその人の、セットスピード、また技術量、まあその打感、あとですね、そのやっぱプラシーボ効果もあると思うんで、自分がこれがいいと言ってボールを使うのがとてもいいと思いました。カット